では今日のゲームをハイライトで振り返っていきます。今日は2017年以来5年ぶり秋田でのホームゲームになりましたイーグルスです。その先発マウンド森本です。いきなり先頭バッター松本剛にヒットを許します。でこの後送りバントがあってワンアウトランナー二塁、立ち上がりピンチを迎えましたけれども、3番の清宮を打ち取って、この後4番の野村、ファーストライナーに打ち取ります。この野村立ち上がりの森本でした。さあ一方ファイターズは吉田輝星凱旋登板です。その吉田の立ち上がり、ツーアウトを取った後浅村、この辺りで二塁を狙いますが、ネット木村からいいボールが入ってきました。吉田輝星立ち上がりヒット1本許しましたけども、ゼロで終えています。2回です。序盤はランナーを置いてのピッチングが多かった森本ですけれども、ランナーを背負った後でもこう焦りはありませんでした。2回もピンチ、得点圏にランナー増えましたけれども、ゼロで終えています。3回です。この回は2アウトからランナー2人出します。4番の野村、しかしここは野村をセンターフライ、ツーアウトからデッドボールとフォアボール、ちょっとやるランナーでしたけども、野村を最後は打ち取りました。そして4回です。バッター盛り立てます。サード野村と、それからファースト銀次、2人のいいプレーでした。このバックの素晴らしい守りもあって、この回は3人と終えます。さあそして5回です。0対0、この回は銀次ヒット、辰巳フォアボール、西川春樹を切ってワンアウトランナー三塁二塁、チャンスで太田、今シーズンの初タイムリー、2点タイムリーヒット、吉田輝星から先に点を取ります。先制点をもらった則本、6回です。この回はファイターズ上位打線、セットの上川端から三振を取ります。そしてツーアウトになって4番の野村も打ち取ります。その裏です。ピッチャー根本に代わって初球打った瞬間でした。完璧に捉えた当たりは今シーズン第11号、浅村のソロホームランで3対0リードを広げます。さあ援護点をもらった則本、7回です。この回は2アウトからアルカンタのヒット、このヒットを許したところでマウンドを降ります。2番手は鈴木虎、ランナー1人出しましたけれども、2アウトで三振を取って出しました。3対0リードを取って8回は安楽です。3人目安楽もゼロで終えます。そういうこともありました。そして9回松井裕樹、まあ、前回リリーフ失敗がありましたけれども、この回は2アウトを取って最後アルカンタの三振でゲームセット。今日は松井裕樹が3者連続三振、3対0イーグルス勝利、連敗3で止めて久しぶりの秋田のホームゲーム、白星を飾ったイーグルスです。